ポンちゃん、これにちょくちょく突っ込むようになったようですが、まだ動画が撮れていません。ジャン君はあんまり興味がないかな。ではこれで誘ってみましょう。あ、来た来た楽しいな。何誰もいなくなった、はい、はいはいはい、ちゃんくん、はい、甘えモードちゃんくんです。はいはい、今日はですね、雨粒が見えるかな、一日雨のようです。今日夕方には、一旦、最終のギター教室ですね、に行くことになっています。ですが雨ですね。そしてその雨といえば、以前こういうものをいただきました。なんだろうか。これは、ギターのレインコートとなっています。これ、ライブの差し入れでですね、これをいただきました。これを着せた上でですね、ちょっと待って、はいはい、これ、昨日届いたばかりのギターケース、これに入れて、このギターケースは実は自転車に乗るときに、危険のないようにということで買ったんですが、今日雨なので、それはありませんね。自転車に乗ることはないです。ただ、リュックのように担いでいけるなということですね。ちょっと一旦入れるだけ入れてみようか。はい、こんな感じと、すごくなんか大事にしてる感じますね、これ。イチロー選手が道具は大事にしようと、言っておりました。こんな感じね。これだったらもう完璧でしょう。この合皮のギターケース、水に強いよという宣伝のもとありましたが、こういうね、布のファスナーの部分、これはまあさすがにしみるんでしょうねという部分もありますし、念にはね、イチロー選手の、教訓を生かすということで、こういうことです。イチロー関係ないかというふうにします。さあ、これですね、今日も頑張って練習をします。4曲ほど、今度の土曜日、金曜日ですねの、オープンマイクライブに、用意をしていますが、それが全部完全にいけるかっていうとまだちょっと分かりません。それプラスですね、もっともな意見をいただきました。譜面を見ないで歌えないとっていう話ですね。これはね、自分でも痛感しています。ただこの脳みそがね、なかなか、働いてくれませんので、新曲に関してはちょっと無理かもしれない。
と思っています。なので、もうずっと長いこと歌っている曲、これを一曲どっかに混ぜようかなと。夢を見なさい僕の、90くらいいってるかな、 90% ぐらいの記憶ですね、これをちょっときちんと覚えるという意識で歌うっていう風にしましょう。そして、このところ練習を積んでいるもの、何時代に どれをやるかまだ決めていませんがまずこれね、こちらは記憶どころか完成までまだ60ぐらいですかね。頑張りましょう。頑張ってみます。そして、ちょっと、ね、問題の残っている曲が、1,2 曲あるんですが、先にさっきのモンローウォークも、サビの部分で、裏声を使いたくなるような高さ、これちょっとキーを下げるかな、いろいろ悩みながらちょっとやっているとこですが、そこだけ裏声を使うと、あ、出ないんだなっていうのがはっきり分かっちゃうのでね、出なくはないんですよ。汚い音なら出るんですけど、これおかしいよね、イントロがね、どうしようかな。モンローウォークが60点だとしたら、君は天然色は40点、45点。甘くして45点あげよう。あげよう。いやでもいいか、だいぶ甘くなってんね自分にね。ただ、先日フォークソング同好会の方で、やったところ、意外にもここができなかった。もうちょっとだよ。はい、これ緊張のせいだと思うんですけど、この手の
簡単なさばきですけれど、これが意外にできなくなる。これはやっぱり人前でやるときにはね、どこかにこう緊張感が出るんですね。まあここができてないのを気になるのは自分だけなんですけど、なんか変な音になってもなんとなくそのまま進行しましたが、なんだろうね、もう少し度胸をつけていかないとダメですね。さあ、そして問題が残っているのはこれです。これね、まず弾き方に、この曲がどういう風に、表現できるのか、これまあまあ問題なんですが、もう一個、好きで歌ってる曲あるんですが、ちょっと伴奏がね、私がコーヒー沸かし、難しいとこだな。3時の子守歌はどっかでやると、9時台ぐらいのとこかな。わーっとなってるけど、一回ちょっと、注目をこっちに向けたところで2曲目としてやるんだったらいいかなと思います。で、ということはその時にシベリア鉄道とかとぶつけるのか、これが完成度高いからね今ね。で7時に、まだ人があまり来ていない時間に、モンローウォークと、君は天然色、これはもう練習のつもりでやるしかないかな。まあ、頑張って当日までには練習を重ねておきますが、今日も水曜火曜日か、なので、頑張った成果を7時に出すとそして、シベリア鉄道から、3時の子守歌で、もう一回もしも回るんだったらどこかのビートルズですかね、という感じにします。今日その、最終のね、ギターのレッスンがありますので、その辺のところまあちょっといろいろ雑談ですね今日は。もうとにかく自分で練習するしか、今後は今のところ手がないんですね。で新しい、壁にぶつかるまでにまだしばらくかかりそうです。まあとにかくこの手がね動いてくれるようになったり、いろいろ、技術を上げて、そこでやっとまた壁にぶつかってということなので、今のところは、一旦ギター教室今日でおしまいにします。その代わり、オープンマイクと、フォークソング同好会、こちらの方には参加させていただきながら自分の課題をどんどんこなしていくっていうふうにします。ギターのレインコートの使用方法が間違っていたようです。マオイママさんからの指摘で、これ外でしょうっていうことになりました。こんな感じですね。なるほど、これで収まっています。これリュックとしてもこれで担げるね。それとここに
ファスナーがついていて手持ちもできると。ありがたいこです。今日はこれで行こうかな、うん。今日は一応3ヶ月丸々の最後の、ギター教室へ、こちらから今向かっているところですね。これ あいにくの雨です。結構大粒の雨が降っているんですけれども、逆に幸いと言えばいいのかな。このギターケース、これを試すという意味で自転車に本来乗るつもりで、買ったんですが、それはできません、雨なのでね。ただこのギターケースのさらにレインコートという形で、いただき物をしていました。それを試すためにはちょうどよかったですね。それと、担いで歩くということ、この試しにはなります。それからギター教室の先生に、ちょっと自慢できる自慢になるか分かりませんが、そのような今日の予定です。結構背中の上にですね飛び出しているので、傘を差すのは辛いです。おや ゴールデンウィークお休みでした。ということで、背中にギターを背負って暗夜する人になりました。しょうがないので和菓子でも買って帰ろう。はい、家にたどり着きました。ギターを担いで雨の中どら焼きを買いに行くということで、今日はイベントが決定です。これを買ってきました。みんなで食べようぜ。この雨降りの中買ってきたやつです。きっと美味しいよ。